かっこいいっすね。わあ、中だよ、すげえ。こちらになります。はい、ありがとうございます。まあ、これスイッチャーじゃないですか。そうですね。スイッチャーがここに座るんですか。そうですね。こんな感じ。ここにスイッチャーが座って、はい、まあ、ここに横にだいたいディレクターが座って、ディレクター座って、でここは大きい中継ですと、はい、スロースイッチとか主にしますね。スロー V1 スタート、V2 スタート、はいはいはい、なるほど。スイッチャーがいて、スロー D が座って、4人がだいたい。あ、4人。多い時は間に TK さんがいて、5人とか。あ、TK がいる。あ、でも5人なんですね、はい、これね。これ僕は分かるんですけど、聞きますけど、はい、あれなんで星が回ってるんですか、あれ。ぐるぐるぐる。ですね、あれは、はい、この映像が今フリーズしてるかどうかを確認するように、はい、まあ、意図的に回して、はい、ちゃんと生きてますよっていう、はい、そういうことですね、はい、わざとやってるということですね、はいはい、こういう仕込みとかは割と V さんがやったりとかしてます。そうですよね、はい、こうやってテレビ朝日にもサブこういうのあるじゃないですか、はい、建物自体に、はい、それとどう違うんですか。それと同じぐらいの性能なんですか。基本的には同じような性能ですね、はい、じゃあサブがどこにでも行けるような状態になってる。そのようなイメージですね。テレビ屋さんにあるサブが外に車で乗って外に出てくるイメージですね、はい、ぶっちゃけここで寝たことあります。ここで寝たことはないんですが、はいはい、やっぱり長時間の番組とかは、はい、みんな疲労とかで困憊、はい、になって、はい、っていう時はあります。あります、はい、じゃあちょっと奥に行きますか、はい、はい、いきなりすごいな。この辺にも波形とかあるんですね、こうやって波形があるんですね、はい、ですね、これで、これは VHS、DVD。 そうですね、昔の、2005年に作られた車なので、はいはい、昔の名残がある機材ももちろんあったりします。今は使わない。そうですね、あんまり使わない。これ枝出しの時のやつですか、うん、何の時ですか、これ。これはもう DVD に焼いたりとか。あ、そういうことか。昔使ってたら、あまり今は使わないですね、はい、カメラ、はい、カメラオペレーションするのはここでこのように引き出しになっていて、これすげえ。このような形でアイリスをいじったり、はい、色をいじったりやってますね、はい。だからこれが1台ですね。ここで1台ってことですね。そうですね。これが1台、2台、3台ってやつですね、うん。これって1人がやるんですか？ここが、はい、このテレビ朝日の車でチーフの席で、はい、セカンド、サード V さんを入れるようになってます。すごいわ。はい、チーフが、ここですか？まあ、ここですね、主に。あ、この2つですか。で、何台自分がコントロールして、あと何台、はい、相棒たちにやらせるか、仲間にやらせるかのまあ、プランニングします。中継とかそういう前は色調整やると思うんですけど、はい、始まったら何を調整するんですか。本番ったらやっぱりアイリスが特に多いんですが、はい、暗い明るいをいじったりとか、はい、あとは外の中継ですと、はい、だんだん夕方から夜になるにつれてやっぱり色がちょっと変わってきますね、はい、それも追いかけて調整すると、はい、調整してます。これはすごいよ。 ENG だとアイリスはカメラマンがやるじゃないですか、うんうん、中継だと、うん、まあそういうことですよね。ウィーさんがやってくれるんですってことですよね。そうですね、うん、だまあ集中できますよね。カメラマンはサイズ切ったりピンとかね。ただまあ V さんはすごく、まあ、ちょっと天才的だなと思いますよね。こういう人の力持ち、力持ちだと思いますね。ヌサの力持ち的な存在ですね。カメラマンが気持ちよく本番できるように、そうですよね、やるのが V の見せところですね、うん、しかも中継の時の V さんの腰の低い感じとかがもう大好きなんですよね。なんかもう優しい感じが好きなんですよ。なんか後ろは大丈夫ですみたいな、なんかもう僕はもう好きなんですけど、まあ怖い人は僕は今まで会ったことないですね、はい、もちろんカメラマンさんじゃないので、はい、カメラのことは置いといて、はい、中継あるある、中継者あるある、なんかあったりしますか。そうですね、やっぱりここに先ほどお伝えしたように3人いなきゃいけないので、すごい狭い中でこういうふうに直立不動でずっと何時間も中継してなきゃいけないので、やっぱり確かにこっちはね、そうなんです、拡幅してるのに、そっちも拡幅すればいいのにって思いますけどね。こちらも少ないスペースで何人かいなきゃいけないので、まあ、すごいこうカチコチになったりとかやっぱしちゃいます。迂闊にこう寄りかかれらんないですよ。そうですね、確かにそうですね、機械なのでこんな風にしてみたらもうですよね、はい、トイレどうするんですか。トイレはですね、まあみんな打ち合わせに行ってるときはなるべく中継車には一人残るようにしてるので、交代番号で行ったりとか。あ、じゃあ食昼食とかそういうのも一、ね、人は残るようにして、なんか機器がアラーム出たりとか一応ないように。あとインカムですね、中継先とテレビ朝日がインカムつながってますので、うん、なんか呼ばれても答えれるように一人はいる意識をして残ってます、うんうん。
緊急事態ってありますか、中継やってて。ありますね。何でもいいんですけど、はいはい、例えばもういきなりスイッチャーからアラームが出て、はい、何時間後本番ですみたいな時とか。あ、それどうしたんですか、その時は。その時は、一番自分の中で記憶に残っているのは、ミュージックステーションの、はいはいはい、スーパーライブ、はい、本番中にスイッチャーが固まってまして。マジかよ、すごいっすね。その時はもうあそこにボタンがあるんですよ、緊急装置で、予備のスイッチャーに乗ったりとか。え、それこの中でですか。あ、そうですね。あ、この中で、はい、これの予備がここにいいんですかね、はいはい、あ、どうぞ。ここに予備のスイッチャーが。おー、すごっ。あ、で、こちらに今乗り換えるというようなことが。え、これはもう絵を切るだけのやつですか。そうですね、ディゾリとかそういうのはできなくなってしまいますが、もう最低限の。めっちゃすごいな、はい、めっちゃすげえ。すごいけど考えたくないです、うん、本番中それが起こるのはですね。その時は僕自分チーフではなかったんですが、はい、その時よく押したなっていうチーフのことを後輩だったんですが、すごいなって、ね、それは、はい、その凄さっていうのは、はい、これ押せる判断ってことですか。の凄さ、押せる判断もですし、はい、すぐ押すっていう判断ですね、はい、その時の状況としては、はい、まあ、こっちで切ってるわけですよ ね、スイッチ。そしたらアラームっていうのが出るとどうなるんですか。押しててもスイッチャーさんが変わらないって大きな声で叫び出したんです、はい、でここに先ほど言ったように、はい、ここに手前にチーフがいるので、はい、チーフがそれを鑑みて、はい、総合的な判断で予備に乗ったっていうです、ね、もうすごい早い判断だったので。じゃあ生放送中だから、じゃあ一旦落ち着いてとかっていうわけじゃなくて、そう、本番入ってたので、それが僕現場生活で一番すごいなと思いましたね。それはじゃあ見てる人にはわからないってことですね。そうです、見てる人では普通ですね、実際の映像は、あ、なんかずっと演者さん追いかけるなと思ったら、はい、パッと戻ったっていう、その一瞬の間でチーフが判断した。あ、1、2秒の判断です、ね、ずっと演者さん追いかけるなっていうのは、カメラマンは自分に絵が来てるからずっとやるしかない、追いかけなきゃいけないのに、切ってほしいんだけど切れない、切ってほしいんだけどずっと行ってしまって、はい、チーフがエマージェンシーをしたので、あ、戻ったみたいな感じです。すごいぞこれ、すごいと思いますよねこれね。いや、そんなことがあるんだ。え、じゃあ逆にというか、他にモニターが出ないくなるってあるんですか。あ、それはもう結構あるよくありますね。もうだんだんこの中継車も、はい、お年を召されてきたので、はい、まあつかなくなったりとか、はい、よくあって、まあ、そういう時は違う場所にスイッチャーと相談して、ここじゃなくてこっちでいいですかとか、その他何かこう辛かったこと。辛かったのはやっぱり長尺の中継だと、はい、朝3時に現場入りして、はい、終わるの22時とかあったので。眠いですね。眠いとかじゃないですね、もう目が開かなくて。開かなくて、はい、それずっと中継してるんですか。中継だったり準備だったり。あ、準備もか、はい、人は帰らないってことなんですか。やっぱりチーフの人たちは帰れないんですよね、はい、やっぱり。2番手3番手の子は早く返したりとかもしますが、はい、やっぱり責任を負えば負うほど、なるほど、まあ、その人は最初から最後まで、ね、逆になんかこうやってて楽しかったこと、面白かったこと、印象に残ってることってありますか。そうですね、やっぱり毎番組そうなんですが、達成感っていうのはやっぱり、うん、みんなでちょっとこう、うん、お互い意見が合わなくても、うん、やっぱり番組が終わってうまくいったってなった時のやっぱり、うん、そこでなんかすっと仲良くなる感じとか、うん、そうですね、すごい好きですね、うん。僕は初めてこの中継車で一番大きい番組をやった時は、その当時 その僕のチーフで2番手の人と抱き合いました、ね。はいはい、あ、いいですね。いいですね。ありがとうございますっていう感じで、はい、先輩だったんですよ、後ろサポートしてる、はい。テレビ朝日の、技術展示会 GOTEC っていうのが3月23、24で実施、ね、されたんですが、うんうん、それのアーカイブとして、うん、テレビ朝日のホームページから、うん、リンクがありまして、そこで見えるようになってますので、うん、ぜひご覧ください。実はこの車は、1個古い車で、これの新しい中継車の方もそちらで見えるようになってますので、ぜひご覧ください。もう使ってるんですかそれは。もう稼働してます。稼働してる、はい、見てみたいですね、それもね。見てみたいですね。お恥ずかしながらですね、そこの GOTEC のホームページで、テレビ朝日映像のアークストリーミングスタジオというバーチャルスタジオを見れるということなんで、宣伝させていただければと思います。ちょっとだけ見てください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日は本当にありがとうございました。引き続きありがとうございました。